皆さんこんにちは。立花ゼミのヒロスと西脇です。瀬戸市の瀬戸末広町商店街にあるイーコーヒーさんにお邪魔しました。末広町商店街の入り口から歩いて30秒、瀬戸暮らし研究所の1階です。たくさんのドリンクメニューとパスタ、トースト、ホットサンドのフードメニュー、壁いっぱいに広がる本棚。2階はコワーキングスペース、商店街がよく見える落ち着くテーブルスペース、素敵な時間を過ごすことができるカフェです。オーナーの小栗さんにお店について教えていただきました。今年の2023年4月22日にオープンしました。1ヶ月半ぐらいオープンしたてのお店なんです。瀬戸市でカフェを始めた理由を教えてください。以前働いていた職場の方が瀬戸の方で、その方に惹かれて、っていうか瀬戸市の方の魅力に惹かれて来ました。お店のおすすめメニューは何ですか？おすすめメニューはネルドリップで入れてるコーヒーなんですけど、それを利用した、シナモンカフェとかがシナモン好きにはたまらないかなと思っています。店をやっていて嬉しいことは何ですか？とやっぱり一番お客様が美味しかった、また来るねっていうのが一番嬉しいです。はい。お店をやっていて大変だなと思ったことは何ですか？一人で営業しているので、一気にオーダーが入った時にやっぱりお待たせしてしまうのが大変だなと思いました。イベントなどは行っていますか？今のところこの建物自体もオープンしたばっかりなのでやってないんですけど、金剛派の商店街のイベントと一緒に盛り上げていけたらっていうイベントをやっていこうと思ってます。イベントがあったら行きたいです。待ってます。これからどんなお店にしていきたいですか？家コーヒーっていう名前の由来通り、誰かのお家のようにやっぱりくつろげる空間にしていきたいので、瀬戸市に来てくれた方が、ここに来たらホッとするなっていう場所にしていきたいです。動画を見ている人に一言メッセージをお願いします。瀬戸市の商店街にあるので、もし瀬戸市に立ち寄った際に、ちょっと落ち着きたいな、ゆっくりしたいなって時に遊びに来てください。ありました。インタビューに答えていただきありがとうございました。インタビュー後、ミートソースパスタを注文しました。セットのポテトサラダです。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。